はい、よろしくお願いします。まず最初に担務についてお伺いします。はい、子ども政策、若者政策、男女共同参画等々ですね。はい、ありがとうございます。総理から具体的な指示やお言葉はありましたか？はい、大変重要な政策なので、しっかりと取り組んでほしいということ、はい、では代表から最後に意気込みをお願いします。はい、しっかり、石破政権の中で、頑張ってまいりたいと思います。ありがとうございます。各社様いかがでしょうか？子ども政策以外に兼務されているものをすべて教えていただきたいんですけども、ご担当。若者の政策とか男女共同参画等です。はい、いっぱいまだいっぱいありますけど、はい、すいません。少子化対策、子育て政策、あ、そうですね、岸田政権で異次元のということをやってきましたけれども、この、そういった子育て少子化対策はどういうふうに進めていきたいというか。はい、しっかり前に進めるようにこれから頑張ってまいります。よろしくお願いします。すいません、ちょっとお時間ですので、ありがとうございます。